ダニーロ・ルイス・ダ・シューバは、ブラジル・ミナス・ジェライス州出身のサッカー選手。セリエ A ・ユベントス FC 所属。ポジションはディフェンダー。サントス2007年から、ブラジルのアメリカ・ミネイロのユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年にトップチームに昇格した。2010年5月、サントス FC に移籍した。2011年7月に FC ポルトへ1300万ユーロで、 移籍が決定したが、サントスが FIFA クラブワールドカップに出場するため年内は、サントスでプレーし、FC ポルトへの合流は2012年1月以降となった。南米王者として出場した FIFA クラブワールドカップ2011では、12月14日の初戦のカシワレイソル戦で、直接 FK を決めて、勝利に貢献。しかし決勝では、 FC バルセロナに0の4で敗北し準優勝に終わった。ポルト2012年1月に FC ポルトに加入。1年目は目立った活躍こそなかったが、2年目から本領を発揮しポルトのリーグ3連覇に貢献した。その活躍や攻撃的なプレースタイルからマイコンの後継者と呼ばれる評価を得ており、クラブ側は2016年までとなっていた。 契約延長オファーを提示したが、本人は誇示した。レアルマドリード2015年3月、2014から15、シーズン終了後に、レアルマドリードへの移籍が決定。契約期間は6年間で、移籍金は、ディフェンダーとしては、クラブ史上最高額となる3150万ユーロ。期待された1年目の2015から2016、シーズンだったが、 加入時から守備の問題を抱え、第12節の FC バルセロナとのエルクラシコでは、自身の右サイドから幾度となくチャンスを作られて、ホームで0から4の乾杯を喫する敗因の一つとされた。その後も不安定な守備が続き、このシーズンに、レアルマドリードはリーグ戦 UEFA チャンピオンズリーグを通じて5敗を喫したが、その全試合にダニーロは出場していたため、サポーターから、 大いに失望を買った。2年目の2016から17シーズンも、同じポジションのダニエル・カルバハルが校長を維持していたこともあって、控えとされ、さらに依然として守備の問題を改善できず、コパデルレイ5回戦のセビージャ FC 戦と、準々決勝のセルタ戦の2試合でオーンゴールを記録してしまい、ホームでブーイングを受けるなど、サポーターから激しい非難を浴びた。 マンチェスターシティ2017年7月23日、マンチェスターシティ FC と5年契約を結ぶことが発表された。ユベントス2019年8月7日、ユベントス FC はダニーロと2024年6月30日までの契約を結び、3年間に3700万ユーロを支払うことを発表した。ダニーロと入れ替わる形でマンチェスターシティ FC に移籍した。 ジョアン・カンセロの遺跡金は6500万ユーロと発表され実質ダニーロと金銭によるカンセロの獲得となった。U-20 ブラジル代表として2011年1月に開催された南米ユース選手権に出場し1ゴールを挙げチームの優勝に貢献した。2015年5月5日コパアメリカ2015のブラジル代表メンバーに選出されたが 2015年6月10日にブラジルサッカー連盟から負傷によりブラジル代表メンバーを離脱することが発表された。2015年6月7日に行われた国際親善試合のメキシコ戦では先発出場をしたが試合中に右足首を捻挫しハーフタイムに途中交代を強いられた。ありがとうございます。